日程第24、議案第136号、財産の取得について、松阪市総合運動公園用地を議題とし、これより質疑を行います。質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。18番、海獣常幸議員。海獣議員。では、よろしくお願いいたします。136号財産の取得総合運動公園についてでございます。この議案、同じ議案といいますかね、議員になって13年になりますけれども、ずいぶん長い、もう最初から毎回のように出てきた議案でございます。非常に悩ましい、当初の、下村市長の頃に私は総合運動公園を反対であると言ったら、この土地開発公社からの用地買収に関して賛成したではないかと言われました。それぐらい悩ましい。今回、買い取る、約1ヘクタール、今回取得されようとしているわけですけれども、今回このことによって、買い取り率は何パーセントになるのか、そして、残った、用地の買い取りはおよそどのぐらいの面積で、いくらになるのか、そのあたりをまずお尋ねしたいと思います。長崎都市整備部長。現在土地開発公社で保有しておる面積なんですけれども、約 5.8 ヘクタールでございます。今回、これ買い戻しをさせていただきますと、残りが約 4.9 ヘクタール、土地開発公社の方で、保有するという形になっております。またこの辺のものなんですけれども、残りの金額的なものっていうものはお話しさせていただくっていうのは、金額的なものはよろしいですか。母家の方でお話しさせて、金額的なものでございますけども、用地の母家の関係で現在約4億2400万円ほど公社の方が持っておりまして、これを買い戻しをさせていただきますと、残り、母家としまして、約3億5200万円残る形になります。あと、保証費、土地開発公社の金利、事務費、諸経費などを含めますと、残りの総額は約4億1800万円という状況でございます。以上でございます。はい、海獣議員。本当に事務的にお尋ねするしかなかなかないんですけれども、現在、今回の議案の、付属資料は、これはちょっとテレビでは難しいんですけれども、あと残っているところをちょっと水色で塗らせていただきました。下の方、今回買い取るところ、これは議案資料の中に入っていますが、網がかかっているところが今回1、2、3と3箇所合わせて、約1ヘクタールという、ものになっていて、あと残っているのがそれより下のところがこれからの、買い取らなければならないというところです。実際ですね、現在これがちょっと今現在 の、 総合運動公園の今グラウンドとかある競技場ある、図でございますけれども、使われているのは、ここだけでですね、あと今買い取ってるとかこの辺りもう全然もう森林状態だと思いますが、活用本当にされるのだろうかというところでございます。トータルでごめんなさい、いくらになりましたかね、これでトータルで一番最初から土地開発公社から買い取って、で果たしてそれでこの残ったところの活用する目処、方向性っていうのは今どういう計画を立てていらっしゃるのか、それだけちょっとお尋ねしておきたいと思います。
はい、長崎都市整備部長。土地開発公社の方から松阪市、買い戻させていただいて、金額的なものなんですけども、よろしいですか。そしたらよろしいですか。答えですか。はい、中井出総務長。あ、申し訳ございません。土地開発公社の方、総務部の方で兼務をさせていただいているところでございます。土地開発公社の側からということの質問かと思いますので、土地開発公社の中で、市に、買い戻してもらった面積につきましては、87.1% になってございます。ですので差し引きしますと残り 12.9% というところでございます。それから、金額の方でいきますと、母価ベースで、市に買い戻してもらったものが 86.8% になってございます。差し引き残りが 13.2% というところでございます。金額でいきますと、買い戻してもらったものが、26億8000万余りを、買い戻していただいたというところでございます。土地利用、これから今後の土地利用、はい、長崎整備部長。今後の土地利用でございますけれども、議員、図面見せていただいたように、現在、北側の方の 26.5 ヘクタールの部分を順次供与開始しておりまして、今回、買い戻しさせていただくところ、それから南の部分につきましてはですね、里山の形態を持った、自然環境の、いいところでございますので、その辺の自然環境を生かしましたジョギングコースというものを今後整備していきたいというふうに考えております。以上です。以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか。これにて質疑終わります。議案第136号は建設水道委員会に付託いたします。日程第26、議案第137号、財産の無償譲渡について、松阪市ケーブルシステム設備を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第137号は総務企画委員会に付託いたします。日程第26、議案第138号、松阪市公の施設に係る指定管理者の指定について、松阪市飯南茶業伝承館を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第138号は文教経済委員会に付託いたします。日程第27、議案第139号、松阪市公の施設に係る指定管理者の指定について、松阪市リバーサイドチャクラを議題とし、これより質疑を行います。質疑の通告がありますので発言を許可いたします。はじめに4番深田龍議員。はい、深田議員。それでは議案第139号、松阪市の施設に係る指定管理者の指定について、松阪市リバーサイドチャクラについて質疑を行わせていただきます。最初少し余談を話させていただきます。申し訳ございません。先日月曜日ですね、アクアイグニスの話を多機長に聞きに来ました。で、現場では偶然居合わせた山本隆議員と一緒に配置をしておったんですけども、その中身がこのリバーサイドチャクラと、よく似通った事業内容の部分もございました。要は今小物でアクアイグニス大盛況でございまして、温泉、ホテル、あと洋菓子やパン、そういったところをですね、ブランディングして、いるわけです。で、滝に関しましてはそれにプラスしてですね、バーベキューや
キャンプ、また、自然を生かしたスポーツ施設というものをですね、抱き合わせる中で、まあ、大きな施設が3年後に、完成する予定だというような話を聞きました。まあ、その3年という期間の中で、このリバーサイドチャクラがどう伸びていくのか、どう生かしていけるのかというところが非常に重要なことだと思いまして、少し話させていただきました。本年度の4月からまあ管理者が変わったというところですね。でちょっと少し遠回しに最初の質問に関し、2つありますが、1つ目は、本年度のちょっと話で、恐縮でございますが、このリバーサイドチャクラにおける、本館宿泊料、ちょっと事前に資料をいただいておりますが、この売上が4倍以上、そしてイベント収入の売上は15倍になっているということでございます。このような取り組みが、まあ、成功というか、まあ、成果を出された、その取り組み、どんなことをされたのか1点目お聞きしたいと思います。そしてもう1点でございますが、今回3年契約とした理由を、短期間では雇用が難しいと、そしてもう1点、中長期的な展望ができるということを理由付けされました。これをお聞きした中で、私自身なぜ、この伊勢の、受託業者が去年このことをしなかったんだろうかと、このことを言わなかったんだろうかと思いました。まあ、それでお聞きすると、まあ経営リスク、1年目から経営リスクがある中で、まあそこまで、まあ企業として、まあ企業努力ができるかどうかわからないというようなお話が聞けました。それではその経営リスクとはどういったものがあったのか、2点目にお聞きしたいと思います。広田伊南振興局長。ただいま深田議員さんから質問をいただきました。リバーサイドチャクラの新しい事業者がどのような成果を出しているかということだと思います。28年4月から株式会社アーリーバードが松阪市のリバーサイドチャクラの新たな指定管理者となられましたが、経営改善に向け課題は打開しつつも努力をされているところでございます。4月から変わった点といたしまして、情報発信におけるホームページをリニューアルするとともに、宿泊のインターネット予約をはじめ、より広域的な顧客の獲得に努められています。またチャクラタイムスという機関誌を毎月発行し、季節の情報や新しい取り組みの情報発信を積極的に行っています。施設の有効活用といたしまして、これまであまり活用されていなかったチャクラ駅2階のスペースをカフェスペースとリニューアルしていただいたり、バーベキューハウスでは夏場の毎週土曜日に地元のバンドの協力を得て水辺のビアガーデンを開催し、地域の人の交流にもなり好評を得ています。また食事の提供につきましては、新たに料理人を雇用しまして、会食や仕出しに地元食材等を生かした創作料理を取り入れ、新たな料理のプランを提供しています。そのほか写真撮影台の設置、フォトコンテストや風景画コンテストなど、新たな試みにもチャレンジされています。先ほど、宿泊数が、4倍になったということで、おっしゃっていただきました。宿泊が増えましたのは、インターネットの予約を取り入れたことによりまして、本館の宿泊者が、半期で4倍に増えました。コテージやバンガローなどの、施設の利用も約3割増加しております。イベント収入につきましては、バーベキューハウスを活用した、ビアガーデンの実施などによるものでございます。2点目の質問をいただきました。昨年度は、アーリーバードさんの方からの提案で、1年間の指定管理という提案でございました。老朽化という問題もありますので、アーリーバードさん自らが経営していただく中で、まあ、老朽化の方も確認して、経営をするというものでございました。アーリーバードさんが、
まあ、これを、受けていただいた経営のリスクというご質問でございましたかと思います。まあ、昨年のアリバードさんは、まあ、公開プレゼンテーションにおきまして、新規参入事業者として、リスク回避の観点から1年間の指定管理による運営を、提案されましたが、今回の応募につきましては4月から実際に経営に携わっていただく中で、再建の厳しさや、施設の老朽化などのリスクは、認識されているものの、特にリバーサイドチャクラにおいては施設の稼働率に、まだ余裕があり、あの大広間っていうのもありますので、企業研修や学生向けの、ゼミ合宿などの場として、活用できる、まだアイデア次第ではまだ伸びしろがあるというようにこう考えているというように聞かせていただいております。以上でございます。岡田議員。それでは再質問させていただきます。1点目からさせていただきますが、まあ、主にまあコンテンツを変えながらも広報に関してまあ力強く外に対して発信されました。でそれがまあ構想してまあそういったニーズを持っているお客様、まあ、もしくはまあ潜在的なお客様に対して情報が届いた、そういったことでまあお客様がまあチャクラの方に来ていただく来ていただいているということで、あるというふうに認識させていただいています。それでまあ今年まあ3年契約で1年あたりは本年度と変わらず1425万6000円というような中身の中で3年契約の4276万8000円の、指定管理者の委託料金になっていますが、まあそうやって広報がうまくいっている、そしてコンテンツもうまく効果をなしているという中で広報費上げなかった理由というのは何かあるんでしょうか。お答えください。広田営南地域振興局長。今回の指定管理料の積算では、まあ、過去の運営実績に基づいて指定限度額を算定したものでございますが、この積算の中では、広報宣伝代が12万円が計上されております。またこの応募にあたりまして、事業所からは3年間の事業計画が提出されておりますが、その内容につきましては年度ごとの双方の合意により上限額の範囲内において変えることはできますので、情報発信に重点を置いた積算に変えることは可能かというふうに思っております。深田議員。はい、そちらの方理解させていただきました。ただまた一方でですね、まあその理論上というか、まあその話上はインターネット等の広報がまあ構想して、まあ、利用増、売上増に貢献しているというふうにも見えますが、いや本当にこれホームページが構想したのかというような検証は必要かなと思います。で、まあ、何をきっかけに知ったか、まあ、チャクラのことを知ったとか、まあ、お客様の満足度はもちろんのこと、まあ、そういったアンケート等が必要かなと思いますが、そういったアンケート今取られてますでしょうか。はい、以上。広田営南地域振興局長。アンケートにつきましては、取っていただくように事業所の方へ、申しているところでございます。そのほか、まあ、チャクラへのこう案内看板がまあ少ないというようなことも聞かせていただいておりますので、その点も指定管理料の中で、事業者さんにおいてしていただけたらなというように、考えております。深田議員。はい、まあ、現状されていないということで理解させていただきます。そしてもう1点、まあ、その経営リスク、まあ、ちょっと具体的にお話しいただけなかったのがちょっと残念なんですけども、その流れの中で、まあ、今回3年契約となった根拠ですね、まあ、もちろんこの議案説明の中でも提案説明の中でもお話しいただいてますが、まあ、1年あたり同額にされた理由というのは何かあるんでしょうか。まあ、つまりはですね、まあ、その3年というスケールメリットが出せなかったのかということをお聞きしたいと思います。広田営南地域振興局長。先ほど、リスク1年間のリスクのお話でちょっと私の回答が漏れておったかと思います。事業者さんにおいては施設がこう
老朽化という問題がある。その中で、修繕については自分たちでできるものは、自分たちでやっていくというようなことでございました。それと、指定管理の、金額を3年間、変えなかったという質問だったかと思いますけれど、この指定管理料につきましては、過去の、実績に基づきまして市の方で、積算したものでございます。最小指定管理の、契約を、行いますけれど、その後、毎年、毎年、実績をこう見ながらですね、指定管理料の金額は、減らしていけることは、可能ですので、その辺は、事業者さんと話し合って考えていきたいと思っております。塚田議員。もうちょっとこう的確な答弁が欲しいところなんですけども、最後にちょっと1点だけ、確かさ、アリバードさんが昨年ですかね、提案説明の中では、利益が出たら行政と折半するというお話がありました。で、その今年度、施行されているその契約書の中ではそういった文言がございません。で、今回、アーリーバードさん、このままいけば、議案通れば、今年から来年度から3年間またアーリーバードさんになるわけですけれども、そういった文言をまた、新たに契約を結ぶ際にはですね、ちゃんと入れていただけるのかどうか確認させていただいて、最後の質問とさせていただきます。広田飯南地域振興局長。昨年のアリバートさんの提案では、利益が出たときに、市と折半するというようなお話だったと思います。そのことにつきましては、本年度もアリバートさんは、チャクラの2階のカフェを、リニューアルしたということで、ちょっと見込みが難しいというようなことでございました。本年度の、指定管理の申し込みの際には、利益が出た場合には、次年度の、指定管理の金額を、減らしてもらってもいいというようなお話はされておりますので、それは契約書の方へ、記載していこうというように考えております。次に18番、海獣常幸議員。海獣議員。いや、失礼いたします。引き続き139号の指定管理者リバーサイドチャクラに関しましてお尋ねしたいと思います。簡単な質疑でございます。福田議員も述べられましたけれども、平成28年度から1年間の契約金、今回は29年3年間ということで、でございますけれども、25年度に行われた在り方検討会ということですね。そこで、一つの結論が出されました。道の駅は継続、チャクラは民間以上までの間のつなぎということで指定管理という委託が位置づけられたと記憶しているわけですけれども、それはもう過去の話なのか、そしてこれからもまだその民間以上という選択肢も残っているのか、それともやっぱり成果次第で成果をきちんと、上げればこのまま指定管理者、それはもう3年間で契約ですから、それより先のことっては言えませんけれども、どういう方向づけで今このチャクラという、施設のことを考えていらっしゃるのか、まず、そういった点をお尋ねしたいと思います。以上、よろしくお願いします。広田飯南地域振興局長。飯南飯高の観光施設につきましては、平成25年に、飯南飯高観光施設の在り方に関する、答申を受けております。そして、平成26年には、対応方針を、作成しております。対応方針の基本的な考えといたしましては、道の駅、チャクラ駅は、情報発信の拠点でもありますので、
指定管理として引き続き管理していく施設としております。でリバーサイドチャクラにつきましては、民間経営が、適当であるが、民間また地域団体への、異常が、適当であるが、地域との協議が必要なために、異常するまでは、指定管理を継続していく施設としております。で地域の中でも、リバーサイドチャクラを考える、地域委員会を立ち上げております。地域の皆さんや、関係者と、十分議論をしながら、今後の方向性を、模索してまいりたいというように考えておるところでございます。はい、会場議員。はい、ちょっと指折って数えてまして、すみません。29年から3年間ということは、31年度を目処に、民間に移譲するという方針、それが動いてないということなんですね。すなわち、指定管理料、ゼロ、このアーリーバードさんの方が、目指していると。それを3年間で、達成する目標イコール、その3年間で指定管理者の期間が切れたときに民間以上、非常にハードルは高いと思うんですけれども、そのような方向性を今指定管理者、候補とですね、松阪市の方は協議しながら、そういう方向性を目指していくということで一致して、今回の指定管理者の議案提出ということになったと理解してよろしいでしょうか。はい、議長。広田避難地域振興局長。はい、ただいま質問に答えさせていただきます。アーリーバードさんも、先には指定管理がゼロでやっていけるようにしていきたいというお考えはお持ちでございます。でアーリーバードさんにおきましても、3年間という指定管理の中で、民間譲渡も、視野に入れまして、中長期的な立場に立って、中長期的な展望に立って、継続的な、経営努力と、経費の削減に努めるということでございます。衆議院。委託料がゼロになったときっていうのは、これは指定管理者ではなく、いわゆる民間以上という形になるということなんでしょうか。はい、広田避難地域振興局長。はい、事業所さんの方も、事業所さんの方も、民間で受けるという考えもお持ちですので、指定管理仕様がゼロになったときには、そういうお話になろうと思います。会議員。そのことが実現するかどうか、ちょっとなかなか想像はちょっとつかないわけですけれども、それが言い悪い、含めて分かり、これからご検討は成果を 見守っていかなければならないと思いますが、あと地元、地元の人の思い愛着とですね、その出資者、それはいいけれど、雇用されている人もいる、地元の人の、リバーサイドチャクラに対する思いというのは存在すると思います。その思いと今の松阪市の考え方は一致しているのか、そして、合わせてお尋ねしたいですけれども、老朽化への対応という点でですね、一定額未満であれば指定管理者が負担するということですけれども、大規模修繕というのが生じた場合どうしていくか、それをお聞かせいただければ最後の質問としたいと思います。広田避難地域振興局長。リバーサイドチャクラにつきましては、地域の方の思いが、大変強い、施設であるというふうにこう認識しております。設置当時は地域の皆さんが出資をして、してきた施設でございます。なので、
地域の方の思いといたしましては、まだまだこの、事業所さんと地域の方のこう信頼関係が築かれないと、民間への移譲というのはちょっと難しいんかなというように思っております。民間へ移譲ということに対して地域の皆さんは、不安というのは確かにお持ちでございます。それから、大規模修繕ですが、修繕につきましては指定管理の契約の中で、20万円までは事業所さんの方で見てもらうようになっております。で、大規模な修繕となりますとやはり方向性がちょっと定まらないうちにはちょっと大規模修繕はちょっと難しいというように考えております。ただ老朽化という課題はありますので、どうしてもこう市がしなくてはならない、また緊急性にしなくてはならないものは、していかなければならないというように思っております。はい、会場議員、最後のごめんなさい語尾の方がちょっとうまく聞き取れなかった、もう一度最後のところだけ。はい、広田地域振興局長。施設修繕のお話、施設修繕のことですね。大規模修繕、大規模修繕についてはやはり方向性が決まらないうちにはまだちょっと難しいというように思っております。ただ、老朽化という課題はありますので、木造ですし緊急的に直していかなければならないところ、期限が伴うようなところ、それは修繕していかなければならないというふうに思っております。以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか。これにて質疑終わります。議案第139号は文教経済委員会に付託いたします。日程第28、議案第140号、松阪市公の施設に係る指定管理者の指定についてグループホーム飯高を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑終わります。議案第140号は環境福祉委員会に付託いたします。日程第29、議案第141号、松阪市公の施設に係る指定管理者の指定について松阪市飯高グリーンライフ三輪車を議題とし、これより質疑を行います。質疑の通告がありますので発言を許可いたします。23番、久松道夫議員。久松議員。では簡潔に聞かせていただきます。今回議案141号、公の施設三輪車の規制管理者の提案であります。この提案が行われまして、実は6月の議会ではですね、議案で山彦、いわゆる総合案内施設ハゼの駅という名称に変わりましたけれども、これが1年9ヶ月という期間の指定管理となりました。今回三輪車が1年ということで、これはもう隣接したこれらの施設でありますけれども、これらの関連と見通し、これをどう思っておられるのか、結局その地元の皆さん方との合意、あるいは協議というのはどのように進んだのか、この点をお聞きをいたしたいと思います。はい、片岡飯高地域振興局長。それではただいま久松議員から2点のご質問をいただきましたので、ご答弁させていただきます。まず1点目の、今回の議案と飯高総合案内施設ハゼ駅との関連の見通しはどうかというところでございます。議員の方からご説明ございましたように、本年6月に指定管理者の指定をいたしました松阪市飯高総合案内施設は通称ハゼ駅として運営させていただいております。この地域、広域な松阪市の中で関西方面から高見峠を越え観光客がまず立ち寄ることのできる案内施設で、市のイメージをまず感じ取れる施設として重要な役割を担っております。
市といたしましても、飯南飯高観光施設の対応方針の中で、市の重要な観光案内施設として、道の駅飯高駅、これ通称名でございますが、飯高地域資源活用交流施設正式名称、これとともにですね、指定管理者制度による運用を行うことを明確に位置づけさせていただいているところでございます。それと一方でですね、今回提案させていただいておりますグリーンライフ三輪車につきましては、本年5月に策定しました松阪市公共施設等総合管理計画に基づき、地域と協議しながら今後の利活用について検討中の施設というところであることから、その方向性を見出す機関として、指定管理機関を1年とさせていただいております。それから2点目の地元との協議合意でございますが、合意形成につきましては平成27年度から飯高の対応方針に基づき、飯高管内の対応方針に基づきまして、ハゼ村づくり協議会と地域団体の異常について協議をさせていただきましたが、地域異常については極めて困難状況になっております。そこで11月の7日にハゼ地域におきまして、グリーンライフ三輪車のこれからを地域と一緒に考える集いを開催させていただき、施設の利活用について市から民間提案を公募する旨を説明させていただき、市長を交え意見交換をさせていただいたところでございます。飯高総合案内施設もグリーンライフ三輪車も、ハゼ地域と共同で接するし運営してきた地域にとって非常に重要な施設でありますことから、今後もハゼ村づくり協議会等と協議を進め、グリーンライフ三輪車の地域振興への転用も含め、ハゼ地域全体の振興を図れるよう取り組んでまいりたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。久松議員、重要な答弁いただいたと思います。11月には市長も行かれて、地元との意見交換をしていただいたということで、大変大事な事実だと思いますけれども、この1年間の経過ということで、山びこってすぐ言ってしまって悪いんですけれども、ハゼの駅もそれからこのハゼ駅もこの三輪車もこの1年間でですね、方向性を見出す努力をしていただくと。で、一番心配されるのはもうこういうこの2つともなくなりやせんかというのがもう最大の心配なんですよね。で、その点では1年間で方向性を見出すという、それからもう一つ言えば施設面においては、土地なり施設、建物はそうですけれども、土地なんかあれ借り物ですから、これなんかもやっぱりきちっと取得も含めた検討も行われてもしかるべきかなと思いますけれども、それらも含めてこの1年間検討されるのかどうか、結論は出ないか分かりませんけれども、その1年間の検討の方向性ということだけ聞いておきたいと思います。片岡飯高地域振興局長。先ほど、久松議員から、ご質問のありました、ございました。施設の1年間の中でですね、整理についてでございますが、一点、指定管理 の土地の部分もございます。この施設につきましては、借地契約を結んどる施設でございまして、その部分についても整理は必要なんでございますが、先ほど説明させていただきましたように、今回民間提案ということでですね、公募方式を取らさせていただきまして、施設をですね、いかに活用できるかということをですね、幅広く設置目的も含めて提案を募集する予定でございます。その中で、提案がございました、良い提案を期待しとるところでございますけれども、その提案があればですね、先ほどの施設の、1年間の部分とですね、それから土地等の整理についても提案がございましたら、そういう意味で、
含めて整理をさせていただきたいなと考えております。以上でございます。以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑ありませんか。これにて質疑を終わります。議案第141号は文教経済委員会に付託いたします。日程第30、議案第142号、松阪市公の施設にかかる指定管理者の指定について、松阪市飯高森林とのふれあい環境整備施設を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。議案第142号は文教経済委員会に付託いたします。付託やるんか今日か、はい、以上で本日の日程は全部終了いたしました。お諮りをいたします。明12月1日を休会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって明12月1日を休会することに決しました。12月2日午前10時本会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でございました。